第二次世界大戦の間、輸送機の部品を作るために工場で労働する女性。性役割とは、その性別に社会的に期待されている役割のことである。例えば、男だからメソメソしない、女だからおしとやかにするなどの行動規範に従って行動するとき、その人物は性役割を演じているとされる。この場合、特定の性に、 本人の好むと好まざるとお問わず、一定の役割を期待するとともに、その役割に応ずる準備や能力、資質、成功がない場合、不要なストレス、劣等感を当事者に持たせ、社会的に自分が不完全であり、不適応であるとの疎外感や差別感を持たせることになってしまう。これは、女性に賃金労働上の成功のチャンスを与えないばかりか。 男性にマッチョイズムのシンボルとして適合しない場合、その権威への落第者といった自己評価の低下をもたらすなど、様々な議論を投げかけるものでもある。同時に、ステレオタイプな分類がされているため、性同一性を考えるときに、自分を表す用語を並べることでその手助けになることもある。性役割は文化によって異なるものもあり、例えば近代日本では買い物は、 女性の仕事だと考えられていたが、アラブ文化圏や古代イギリシアでは男性の仕事であった。裁縫は女の仕事だと考える文化もあれば男の仕事であると考える文化もないわけではない。ありがとうございます。